11レース開催最終日のラストを飾るのはサマー2000シリーズ第2戦第58回農林水産省賞典箱館記念です。一番速い目標180キロプラス4浜中スル57キロ2番ジェネラーレルーの516キロマイナス4南海有事54キロ、3番フェアリーボルタ510キロプラス2武豊55キロ、4番アイスバブル478キロプラス4伊豆口優也54キロ、5番マイクルビルトス468キロマイナス2イルマレルーの56キロ、6番海水コンストル480キロ増減なし高倉亮54キロ、7番スマイル536キロマイナス8酒井流星54キロ、8番スカーフェイス458キロマイナス8岩田康成55キロ、9番アガタ466キロプラス2横山武史56キロ、10番ウィンニークシード494キロマイナス6藤岡龍介55キロ、11番ネットライデン494キロマイナス2竹山元気54キロ、12番サンデーポケット474キロマイナス6亀島勝菜57.5キロ、13番キベロ506キロマイナス4池添健一57キロ、14番サポートロニクル472キロ増減なし斉藤原田56キロ、15番アドマキアジャスタ510キロプラス2吉田彩乃55キロ、16番ランパルローゼス494キロマイナス2島山雄一54キロ、第53回農林水産省賞典函館記念スタートまでもうしばらくお待ちください。